ははーん、こいつはお邪魔だったみたいだな。違います。あいつら早く暴れたくて仕方ねえってよ。そっちはいいですから、早く行きますよ。で、どうしてあなたがここにいるんでしょうか。なんでって、そりゃあ出前を頼まれたからに決まってるじゃない。誰ですか、そんな勝手なことをしたのは。あなたですか。びっくりしたわ、いきなりコウモリがやってきて喋り出すんだもの。ねえ、俺もなでなでされて。俺も。いいけど順番よ。この男どもは。それでまずはどうするんだい。カイム様がそうおっしゃるなら、ではいかがなさいますか。魔物の地位向上、そのためには何よりハドス奪還が必要不可欠です。でもよ、そういうのってシュカとかキロスでもよくねえか。あっちの方が人は多いだろう。訴えるにしても戦うにしても、そういう場所の方が俺らの力を示せそうなもんだが。いえ、我が軍の練度では三国の攻略は不可能。返り討ちに遭うでしょうね。それにハドスほど我ら魔王軍の初陣にふさわしい地もありません。陣頭指揮を取るのはあなたですが。つまり私はいい女じゃないということですかね。なんでそんなにハドスにこだわるんで。そりゃ魔王さんがハドスの王子ってのは分かってるけどよ、敵討ちじゃないんだろう。知っての通り、ハドスはカイム様の、
ディアボリカの祖国でもあります。ハドスが人間の手によって滅亡したのが120年前。私たちの、いえ、魔物の迫害がひどくなったのもその頃からです。ハドスの滅亡を機に今の世界が出来上がったのなら、世界を変えるのもまたハドスからでしょう。しかもその旗頭がこの人ってんなら、なおのことってわけだな。そういうことです。だからこの戦いだけは絶対に負けられないんです。カイム様、何を怒っているんですか？リズベルちゃんに話を遮られちゃったから拗ねてるのよね。子供ですか、まったく。近隣三国、ルザリオ、シカ、キロス、定石通りに行くならルザリオをまず攻略すべきでしょう。エルフの国だな。ええ、そもそもこの三国はもう100年以上も争うことなく、良きにしろ悪しきにしろ安定しています。これは地勢上、中央に広がるアルダ大森林と北のバルカ山脈によって他国への侵攻が極めて困難だからです。大森林はあまりに広く、一度足を踏み込めばブライトリーフたち以外は生きて出ることができないと言われています。またバルカ山脈は年中ひどい吹雪に見舞われています。こちらも行軍するのは難しいと思われます。ですが私たちにはこのニルトの地下に広がる迷宮があります。古代テスタ文明の残したこの地下迷宮がニルト地方全土に広がっているのは皆さんご存知だと思います。そして我々にとって非常に都合のいいことに、この地方の城や都市は全てこの地下迷宮と開口部でつながっているのです。地上の人々からすれば地下迷宮はただの遺跡です。危険な罠や魔物が潜んでいるというそんな場所を彼らが利用することはありません。せいぜい冒険者くらいですね。ですが我々からすればこの迷宮を進むだけで各国の拠点となる都市に直接部隊を送り込むことができるのです。我々の軍はまだまだ小さなものです。各国の正規軍と比較するのもおこがましいほどの武豪の衆、それが今の我々です。そんな我々が都市にまともに攻め入ったところで数の暴力に押しつぶされるのが関の山でしょう。でもこの地下迷宮から敵拠点に直接進軍すれば、屋内での戦闘になれば数に任せた戦いはしにくくなるな。敵との戦力差を埋めるには、なるほど、いい手だ。この地下迷宮は長い間人の手が入らず放置されてきました。至る所で崩壊が起き、通行できない場所も多いです。そこで我々はこのブラム地下の迷宮を拠点として、崩壊した箇所を掘り進めて整備してニルト全体の迷宮を掌握します。そうすればこの迷宮を通ることでニルトのどの国にも攻め入ることが可能です。ルザリオのエルフなら森を抜け他国に侵攻することもできるでしょうが、
彼らは森の外には不干渉なんです。ですのでルザリオを無視してキロス、あるいはシカを攻めることもできるでしょう。もし私たちが人間だったらの話ですが。そうか、俺たち魔王軍にまで不干渉を貫くとは限らねえもんな。はい、最悪キロスやシカとの戦闘中に攻撃される可能性もあるかと。その分ルザリオにはそんな危険性はないってわけだな。あの大森林のおかげで両国とも手を出そうにも出せませんから、ルザリオに集中できます。本当ですか？身も蓋もねえな。本当に大丈夫なのかしら。それが私の役目ですから。おう、任せろよ。女王様の首ぐらい俺らでちゃちゃっと。な、どういう意味だい？ダメです。あら、は？うん？バラしてるんですか。ついさっき黙ってろって言ったばっかりでしょ。カイム様。いいじゃねえか、魔王はそれぐらいじゃねえとつまんねえよな。うん、じゃないですか。もう何を考えてるんですか、あなたは。う、それはそうですが。え？もしかしてちゃんと考えてくれていたんでしょうか。ねえカイム、
もしかして喧嘩でもする気？そっか、あんまり無理しちゃ嫌よ。大事なお得意様がいなくなると商売上がったりなんだからね。スパッキオ、彼らは？準備万端よ。つうか待ちくたびれたぜ。とっとと大暴れしたいってな。大いに結構です。では派手に参りましょう。類人ですので華々しい勝利を。ですよね、カイム様。そういうことは心の中だけで言ってください。皆の者、行くぞ。行くぞ、野郎ども。舐めるんじゃねえ。えい、うん、どりゃ、ほら当たって。えい、えい、当然の結果だな。We'll be right back.
Thank you.
宮が包囲されています。